エミール・グリフィスは、アメリカ領、バージン諸島のプロボクサー。セント・トーマス島出身、元世界二階級制覇王者、晩年にバイセクシャルであったことを明かした。1958年6月2日、プロデビュー。1961年4月1日、25戦目で、世界王座初挑戦。世界ウェルター級王者ベニー・パレットに挑戦し、13回こ勝ちで、 王座を獲得した。同王座の防衛に1回成功後の9月30日にパレットと再戦し、15回判定負けで王座から陥落した。1962年3月24日、王者ベニーパレットに再挑戦し、12回 TKO 勝ちで王座の奪回に成功した。パレットはリング上で 昏睡状態となったまま病院に搬送されるも意識が戻ることなく10日後の4月3日に死去した。試合を放送した ABC はこのリング下によりボクシング放送から撤退を決め、他の地上波放送局も後に続いた。地上波テレビ局がボクシングの中継を再開するのは1970年代になる。後日談としてこのリング下で40年以上グリフィスは 在役感に苛なまれてたが、パレットの息子に間抱きしめられ、許しを得たことで、長年の在役感から解放されたという。しかし、パレット夫人からは、面会を拒否され続け、死ぬまで叶なわなかった。1963年3月21日、3度目の防衛戦で、ルイス・マヌエル・ロドリゲスと対戦し、15回判定負けで、王座から陥落した。 同年6月8日にロドリゲスと再戦し、15回判定勝ちで王座を奪回した。1963年12月20日、ノンタイトルマッチで、ルービン・ハリケーン・カーターと対戦し、初回 TKO 負け。この試合は、リングマガジン・アップセット・オブ・ザ・ヤーに選出された。1964年6月12日、ロドリゲスと3度目の対戦を行い、15回判定勝ちで、 王座の初防衛に成功した。その後も防衛を続け、計4度の防衛に成功した。1964年には、リングマガジンファイター・オブ・ザ・イヤーに選出された。1966年4月25日、世界ミドル級王者ディック・タイガーに挑戦し、15回判定勝ちで2階級制覇に成功した。その後、2度の防衛に成功した。 1967年4月17日、3度目の防衛戦で2のベンベヌチと対戦し、15回判定負けで王座から陥落した。この試合は、リングマガジンファイトオブザイヤーに選出された。同年9月29日に、ベンベヌチと再戦し、15回判定勝ちで王座を脱回した。1968年3月4日、ベンベヌチと3度目の対戦を行い、 15回判定負けで王座から陥落した。1969年10月18日、世界ウェルター級王者、ホセナポレスに挑戦し、15回判定負けで王座再獲得ならず。1970年7月15日、リック・タイガーとノンタイトルマッチで再戦し、10回判定勝ち。1971年9月25日、世界ミドル級王者、 カルロス・モンソンに挑戦し、14回 TK を負けで、王座再獲得ならず。1973年6月2日、モンソンに再挑戦するも、15回判定負け。1976年9月18日、WBC 世界ジュニアミドル級王者、エックハルトだけに挑戦し、15回判定負けで3回級制覇、ならず。 1977年7月30日、アラン・ミンターと対戦し、10回判定負け。この試合を最後に引退した。引退後は、ニュージャージー州の少年鑑別所の監視として、働いていた。1992年、ニューヨーク市のゲーバーを出てきたところを暴漢に襲われ、瀕死の重傷を追う2013年7月23日、米ニューヨーク州内の介護施設で死去。 全面介護が必要なほど、重度の認知症を患っていた。75歳ボーツ。ザ・シャドウ・ボクサー。SI.com。2013年12月20日閲覧。ジュニア、ザ・キッド、ザ・ファイト。NY タイムズ。2013年12月20日閲覧。元世界王者、イーグリフィス・氏シ,シ産経新聞。2013年12月20日閲覧。 グリフィス氏が死去2階級で世界王者ゴド m s n 産経ニュース2013年7月24日閲覧。ありがとうございます。